トランスワールド航空847便テロ事件とは、1985年6月14日金曜日に発生した旅客機を狙ったハイジャックテロ事件である。長期にわたって続いたハイジャック事件で乗客として登場していたアメリカ海軍のダイバー一人が射殺された。事件にあった旅客機は当時アメリカで最大手航空会社であった。 トランスワールド航空が運航する847便であった。機種はボーイング727であった。847便は1985年6月14日金曜日にアテネからローマに向けて飛行していた。午前10時10分に出発し153人の 乗客と乗員を乗せて飛行中、乗客として登場していたヒズボラとイスラーム聖戦のメンバーを名乗る二人のテロリストによってハイジャックされた。彼らの要求は出会った。しばらく飛行を続け、間もなくレバノンのベールート国際空港に着陸、そこで燃料の給油を行った。給油の引き換えに犯人は19人の乗客を解放した。数時間後に847便は再び離陸し、 犯人たちの指示によって飛行を再開する。午後になって847便はアルジェリアの首都アルジェで20人の乗客を解放した。その後、再び847便はベエルートに向けて飛行を再開したが、今回は着陸はしなかった。代わりに犯人たちは乗客の中からアメリカ海軍のダイバーロバートステザム二等水兵を見つけ、拳銃で 右の米紙を打ち射殺した。遺体は犯人たちによって旅客機から地上の道路に投げ落とされた。コックピットから様子を伺うハイジャッカーと、機長12人近くの武装兵を加えた後、847便は15日、土曜日になって再びアルジェに着陸する。今度は65人の乗客を解放した。十六日に四十七便はまたもベイルートに向かい。 午後に着陸した後そこに止まった。着陸後、残る40人の人質のうち一人が心臓病を悪化させたため解放された。39人になった人質は30日までそのまま拘束された後解放された。その後シリアまで車で移送され、米軍機によって西ドイツへと送られた。犯人は逮捕され、17日間のハイジャック事件は終わった。 イスラエル政府はハイジャックが集結してから700人を超えるシーア派の囚人を解放したが、ハイジャックとは無関係であり、以前から計画されていたものであるとしている。飛行機は再び使用され、2000年に退役するまで TWA で使用された後、2002年に解体された。事件で殺害されたステザム二等水兵は、パープルハートショートブロンズスターメダルを授与され、 アーリントン国立墓地に埋葬された。1995年に収役したアーレイバーク級、ミサイル駆逐艦のステザムは、ステザム二等水兵にちなみ命名された。2010年には、横須賀海軍施設に駐留していた、ステザム艦上にて、ステザムは名誉再選人上級兵総長に、特進した。ありがとうございます。